未部町おもちゃ博物館は、栃木県下津賀郡未部町の未部町総合公園内にある未部町立の玩具の企業博物館である。運営管理は指定管理者制度に基づき、財団法人未部町施設振興公社が行っている。町内には、玩具メーカーの工場、倉庫が集まった工業団地おもちゃの町があり、玩具とゆかりが深いことにちなんで建設された。館内には、 一階は、おもちゃのワンダーランドとして、見て、聞いて、触っての体験型の展示がなされている。二階は、玩具の歴史をはじめた数の玩具が展示されている。三階は、展望室となっており、三部町総合公園をはじめ周囲の緑豊かな土地を一望できる。開館十周年記念事業として2005年に、ジオラマ棟を増築。一階は多目的ホールワクワク、夢広場、 2階は鉄道模型の部屋となっており、本館とは1階にある連絡通路でつながっている。鉄道模型の部屋は、鉄道模型の車両をはじめ鉄道にまつわる資料を展示。特に、地元おもちゃの街に工場を持つトミックスと現在と、過去の宝とミートミーテックエポック社、ジョイパレットバンダイアガツマタの製品が多く展示され、中には、 ごく短期間のみ生産された東京ディズニーランドウェスタンリバー鉄道のナローゲージ製品のような賃品もある。N ゲージ4ゲージのジオラマも展示されており、貸しレイアウトとして一般にも開放されている。2011年11月より、翌2012年3月23日まで大規模改装のため閉館し、吹き抜けの1階に体感型アトラクション、ミーブに代わって、 大型遊具、キングとクイーンを設置するなどのリニューアルが図られた。このリニューアルに際しては来場者の意見も参考とされた。2016年に主に博物館の収蔵品を修理するおもちゃドックが博物館隣に設けられた。持ち込みの壊れたおもちゃを修理するおもちゃ病院も定期的に開かれている。別館とその脇に設置されている。 モルガ駅西口ロータリーの水の絵雷ちゃん当館のキャラクターとして水の絵雷ちゃんが採用されている。なお、このキャラクターはおもちゃの町駅など当館以外でも見ることができる。下記の栃木県は全国でも有数の雷が多発する地域の衣装を持つであることから雷様をモチーフとし漫画家の牧野圭一がキャラクターのデザインを手掛けた。また、 キャラクターの名前は一般公募から先行され、水の絵雷ちゃんと命名された。名前の由来は、当館が立地する未部長の水の絵の字と雷様の雷の字を組み合わせて、水の絵雷とし、子供たちが無限のエネルギーを持つ雷様にあやかり、未部長の未来への夢と希望を込めてこの漢字に文字で未来と読むことにした。誕生日は1995年4月6日である。 ありがとうございます。